まりましたね。ゆるっとゆるっと始まるおこんチャンネルのゆるライブ。やこそ皆さん。いやとりあえずあの年末最後の今日配信になると夜ライブはね、そんなことで皆さんあの今年1年を振り返っていかがだったでしょうか。おこんチャンネルもいろいろありましたし、いろんなゲストも来ましたけど、今日は最後にこちら、桃鉄大好き舞台女優のひなこさんをお呼びして今日は桃鉄配信をしようかと思っております。岐阜県の初霜というお米を炊きますんで、白で炊いて、ひなこちゃんが今日はマグロ食べたいって言うんで、マグロの漬けを、いつも通りですよ、もはやまあね、それしか言わないか、もうね、ツナ缶でも買ってこようかと思ったけど、いやまあマグロっていうからマグロ、普通にマグロを醤油漬けにしてきました。片方だけ片面炙ったやつにしてきました。やった、今醤油漬けで、長芋とろろも買ってきたんで、長芋とろろ、マグロかけて食べていただいてもいいようにしてあります。あ、始まりましたよ、プロペラ。いきなり使うんだ。え、何プロペラ、あ、そういうこと。な、もう中国行った。え、すごい。え、全然わかんない、どうしたらいいんだろう。じゃあプロペラ、わかんない、使ったことないです、プロペラカードか。あ、3回も使えるんだ。プロペラカード使って5マスしか進めないのなんか嫌ですね。やった。あー、はあはあはあ、え、ヒノも使おうじゃ。あー、やめて。あー、やめて。言われてもね。プロペラカード、プロペラカードすごいよね。いけー、 おいいんじゃない、これは。ちょっと36マス。はい。やったじゃん。ウラジオストクまで行けるじゃん。すごい。これでね、見れるんですよ。どこまで行ける。あ、お金になってる。行けばいい。買えますね。ここも。あ、中国。売り場か。いや、物件ちょっと見たいですね。あ、いいんじゃない ?4 億。え、5% っすよ、でも。ちょっと待って、よくないですか。北京。あ、え、北京めっちゃいいじゃないですか。北京行きます。2時間じゃん。イエーイ、マイナス。あと何個、5マス。もうこれでいけんじゃない、これ。これゲーム画面はでも見えてないんだ。6だって。着いた？着きました？あー。どうしようかな。あと1マス。買えるんじゃないですか？買う。何にもないやん。うわ、ハンチ渋い。渋いよ。原発とかあるんだ。いらん。はい、あと3末ですね。いけますかね。いけんじゃない。ここまあ確実にいけなくてもいいか。4。まあでも行くしかないもんね。そうなのよ。変えなくて。1を出す。来た。え、すごい。2発で行く。あ、でもビリじゃないからいいや。ボンビーは避けました。オッケー、プリベット。いいな、1億とかかな、もっとかな。え、12億ももらえんの。やったー、これ激ヤバやん。いただきます。飯うまいよね。うまー、よかった。うまっ。うまいっすか。あっさりめ。あっさりめ、あっさりめですね。食べやすいあっさりめ。うん、おいしい。炙り初めてですよ。炙りって言っても片面軽く炙ってるだけで、ちょっとこう香ばし系の匂いがついてるわさび、それをわさび醤油につけてあるだけってね。うん、うまっ。めっちゃお金持ってんな。私だけだよ今貧乏ね。でもこれでひなが負けたらちょっとやばいの。2。あ、5。カード買えるんじゃないですか。売れるのか。でも売ってないの。売るのあるかな。いや、安すぎますね。やめよう。
2018年18、はい、着実に進んでいこう。うん、あの一発で突くことはまずないから。絶対ないですよ。 100% か四川料理、うん、200% ある。激辛麻婆豆腐 200% なんですけど、すごい辛すぎると体が震えるんだよね。ああ、あのペヤングの極激辛食べた時震えましたね、うん、私あの、うん、ドキドキしちゃう、本当によくないですね、うん。私辛いのめっちゃ大丈夫な人なんですけど、もう辛いの食べたら一発でやられちゃう。え、ダメな、ダメですか。うん、もう年取ったらさ、心臓ドキドキしちゃって危ない。すごいブラジルか。1、2、1個ダメ。うん、カードを使うとか。あ、1個もありません。え、あ、これ当たったらなんかお金とかカードもらえますよ。うん、何を当てんの。ナイジェリアの国旗。ナイジェリアなんて知らんよ。これじゃないですか。3、知らんけどこれ、うん、違うやん、2だった。2 全然適当にこれじゃないですか全然ダメじゃん。よし、あと1マス、あと1マス、1出ろ。うわぁ、すげえ、やったぁ。ロンメイじゃなくなった。あ、そうなんだ、うん、カード、なんかないの。ありますよ、でもいっぱい。なにこれ。これあの3個触れるやつ。これぶっ飛びは。あ、でもいいんじゃないですか。でもっと美味しい。よし、使った。いけぇ、あっち向ける方がいいのか。お、いいんじゃないですか。めっちゃいいんじゃないですか。いけー。近づいてきた。え？え？赤鬼がゴールしました。え？もう。え？嘘やん。やべ、ジェット。あ、やばい、ちょっと待って。いや、ぶっ飛びとか使ってる場合じゃなかったかも。うー、それでも38マスありますか。まだ大丈夫。え、ゴールするやん、やば。そうだね、やばいやばい。よし、6、5。危ないよ、今ボンベついてほしくないよ。あ、カード割られる。でもそんなにないんですけど、ね、西へカード、まあまあまあ、ちょっと悠長のこと言ってるお金じゃなかったはい、遠いな。でも20マスまでいける。うん、いけるんじゃない。行こう。やったね。あぶねー。いや、結構これ便利なカードだね。物件飛びめっちゃ便利ですね。しかも買えるから。うん、買えるじゃん。はい、買い占めますね。やったー。意外になるんだけど。いいなー、買い占められると物件、あ、そうか、2倍になる。2階なんだ。めっちゃ持ってるやん、うん、後半この人伸びるね。え、星でめっちゃ買いまくったってことなのかな、うん。1か、出てくんねえかな。1出るんじゃないですか。1めっちゃさっきから出てるし。2、天心、中国の宝くじ。え、五等か。あー、まあでも8億、めっちゃいい。羨ましいな。ちょっと1位になるか、お金増やさんと。20マスか、いけるな。いけるよ。普通に行こうかな、うん、あのイエローカード使ってるんで私は。ナイス、またで。
ニコニコ。なあ、デッドカードすごい持ってるね、この人ね。こいつにボンビをつけないとですね。三。三。お、ゴール率高っ。マジ？え、これヒナについたかな？じゃないの？分かんないか。ニハオ？あ、ニハオ。やったー。怖いに。安い。安いです。おお。巻きつけパンや。屋台か。いや、行くな、行くな。行くな。そう。もうゴールできんって。一回もできへん。赤鬼さん強。ちゃおう、ちゃおうね。ほら待つなんて好転ちゃうじゃん。いいよ、あと5マス。5出ろ、うん、5言ってたねえ。なんでしやらないっすよ。おかしいって。ズルしてる。いや、してない、してない。だってもう1年ぶりにやったんだから、もう運ありすぎやって。カジノ、カジノ、あともうちょい。カジノ遠いな。18マスもあるんだけど、カジノまで頑張れ。マジだ。しかもカードがないな、この辺。ちょっとつも死んでいけないか。無理や。6来た。上から、あ、買い占められるけど、もっともっと買おう。これ、うん、8%。 いや、もういいけど、買いたくなければ。 8%? そう、お店でやってんの。あのね、火曜定休限定で、僕は休みだから夜だけやるっていう感じですね。買ってやったぜ。なんで俺だけこあの国のクイズとか出るんだろうね。確かに2回連続、うん、結構飛ばすな、この人。ゴールしちゃう。されたマジ。くぞ、もう無理や、もう無理やって。めっちゃ回せよ。すごっ。なんかカードを売ったりしてるのか。もう決算だからか。うん。例えば4を出せばいい。4来た。待って、なんかカジノまでたどり着けるかな。信じられない。だって出たんだもん。信じられないんだけど。だってサイコロって振るときに想像して、基本自分の出目を想像して振るんだよ。そうすれば絶対出るんだよ。説得力すごい。だからあの未来を想像するから出るんであって、うん、未来を想像しないで なんつうの、適当に振るから自分の欲しいものが見つからないだけだからね、サイコロって。すごい深いこと言われてるよ。サイコロの出目の話じゃない気がしてきた。皆さん2023年最後ですね。そう、良いお年をお迎えください。今日のライブでとりあえず夜ライブ最後です。ありがとうございました。2023年ありがとう。ありがとう。